10月7日木曜日夜6時半に動画を公開しました。気分憂鬱竹坊の今日も PON。 竹坊です。今回はこのアングルから、撮影しています。10月に入りました。10月といったら、ハロウィンの季節でもあります。今回はフリーザになる、メイクをしながらっていう、そういう動画です。はい、下手くそだと思いますけど、はい、とりあえず興味のある方はご覧ください。本当はこれなんか叩いてやるんですけど、これドン・キホーテであった安いものですけどね、本当はちょっとこれ確か800円ぐらいだったかな、これある程度真っ白いんですね。本物のフリーザー、デイビー・ゲインの本物のフリーザーは5分ぐらいでなったって、できたって。口のところはちょっと、口と目のところはちょっと後でね、ちょっと黒く塗らないといけないんですけど、まず全体を、すでに顔をさらしてるので、恥ずかしくはないですね。手がこういう風になっちゃうんですよ。後であれはいいんです。後で。目のあたり、ちょっと眉毛が、自分ちょっと眉毛がね、ちょっと濃いのでね、困るんですよね、これ。だからちょっと厚塗りでごまかすっていう。眉毛が残っちゃう。もう厚く、厚塗りで。本当は叩いてやるっていう。ムラになってる、ムラになってる。とりあえず。手でやるってな。今ちょっと、これパソコンのね、パソコンの、写真を見ながらちょっとやってますからね。大体こんなもんか。ティッシュペーパーがなかった。これ黒はね、ちょっとこれ一回黒は一番色が濃いからね、失敗したらやり直しが効かない。これこんなもんか。海外のメイクって言ってるんですよ、海外仕様の。今だいたいこんなもん。ちょっと下手くそか。これはね、暑いですね。暑いですわ。10月になったのに、まだね、自分のところでは30度来ましたからね。
本格的にリメイクじゃないんですけど、まあ安い。本格的にやる人は本当もっと綺麗になるんですけどね。白いところがまた白いところちょっと、今度はちょっと手は使わない、ちょっと白いところ、綿棒意外と役に立ちますね。これ意外とこういう、ちょっとシャープな線がね、ちょっと、フリーザっていうよりあのなんかシャケーザさんっていう人に似てる。細いとこなんだよね。こういうこういうなんか縦にやるっていうのはね難しいんだね。ああちょっとここがちょっと まあとりあえずまず縦に書きますかね。なるべく線が、まさかこれあのメイク用品ではないんですよ。これミトソーキットなどに使うトリュフ、まさかこんなのこれに使うとは思わなく、これ難しいよな。これまあ難しい、これちょっとあんまり線が太くなると ちょっと線が太くなっちゃったね。でこれってもう13分経過ですよね。13分口周りはちょっとアクリルでちょっととりあえず適当にまず。もうちょっと付け加えたですね。口のシワ、あ、口のシワがいい。あ、ちょっと濁っちゃった、太くなってしまいました。線が決まらない。線が決まらない。これだ。眉毛な。
とりあえず。で、これでちょっと、ここでちょっと一旦、切ります。一応こうなりましたよ。まあ、あんまり、素人なので、あんまり、綺麗にメイクが出なかったですけど、このメイクは、日本風ではなくて、海外風のメイクで、やりましたよ。日本風だと、目の周りはもう少しちょっと、まあ、線が薄いんですが、海外の、まあ、あの、仮装した、フリーザに仮装した、まあ、目の周りはちょっと、濃いっていうか、まあ、太く塗られてる。細いのはちょっと難しい。ちょっと、どうでしょうか。フリーザになりました。ちょっとここのところ、マスクのところなんか、ここが尖ってるっていうのが、ちょっと、嫌ですね。まあ、だいたい40分ぐらい、時間はかかりました。私と言ったら、これですね。カニを食べているシーンがありますね。ちょっとやってみましょう。これ実はもう半年前以上賞味期限が過ぎてます。大丈夫ですか？カニこれ。ふにゃふにゃなってないですね。アニオリでフリーザがカニを食べるシーン。ベジータが弱くなって、この私がベジータを痛めつけているシーンです。その最中にカニがやってくるっていう。まあ、半年前ですけど、乾物ですから大丈夫です、ね。こんなことでお腹がやられるようでよ。言われるような私ではありませんよ。今日ポン。どうです。これで私の全体写真が写っているはずですよ。足です。こっち足ですけど、ちょっとビニール製でちょっと破れてしまいました。一回修繕しましたがちょっと脆いですね。もう一回ちょっと直さないといけない。そしてこっちですね。尻尾もありますよ。尻尾もこれ思い切り叩く音が鳴る。残念なんですが、この頭がちょっととんがっていってことですね。で、10月なので、10月31日ハロウィンがあります。竹棒からこのフリーザになってみました。皆様もこのハロウィンの機会に、普通の人間からこのフリーザ様になってみるのはいかがでしょうか。それでは今回はここまでです。ではまた会う日まで。キリッ。今日は10月としてハロウィンがあるイベントとして、竹棒からフリーザに変身するというメイク動画でした。進行役は竹棒のちフリーザでした。